の結果見ていきましょう。レッド、ブルー、ブルー、レッド、レッド、レッド。まず角川なんですけども、ニュージャック調かな、まあ、ニュージャックテイストのちょっと曲に最初頭の方にこう肩16ビート取ったんですよ。で僕昔ニュージャックさんで、おニュージャック角川来るかと思ってすごい期待したんですけどで来なかったあれと思ってまあちょっと拍子抜けしたんですけど、ただそのやっぱ角川ってコンスタントにすごくかっこいいんですよね。すごくこうケータのディレクションのセンスっていうか、あ絶対外しがないっていうかで、まあ、そのコレオと衣装をすごいマッチして、まあ、全体的なその世界観が自分にはこうストレートに刺さってて、あのよかったんですけど、で一方のロイヤルはあの元気なおじいちゃんおばあちゃんっていうね、また彼らならではのさね、彼らしかできないっていうか、こういうことやらせたらもう本当にさすがだなって一歩上行くっていうか、でそのエンタメ性が最高に面白くて、まあ、途中の入れ歯ポーズだったりとか随所にこうユーモアが散りばめてるんですけども、キルフルでしっかりコレオで見せてくるっていう、おじいちゃんおばあちゃんすごいスキルなダンスしてくるやばいなみたいなそういうところがすごい良かったです。良かったんですけど、ただ僕の中ではその世界おしゃれの最初の世界観、そういうの大好きなんで、そこがすごいストレートに刺さって3、2で、まあ、若干僕の中で角川上だったっていう感じですね、はい。私もねこれは難しかったですね、角川とロイヤルという、まあ、角川はやっぱりこう、まあ、おしゃれなんだよな、それでまあ力強くて勢いもあって印象的なカノンを使ってたりとか、フォーメーションがわざわざやってる感もなくとても自然に見えたりとか、もういろいろスムーズなものを感じるんですよね。私はまあこちらということなんですけど、ロイヤルバッツの方はやっぱりこうお芝居と今回はそうきたかっていうね、でもともとすごくスキルが高いところに持ってきて、あの手でいろんなアイデアですよね、手で入れ歯のことをやったり杖を使ったり、そのエンタメとして見たときに、だからこれちょっと比べがたいなと思いながら、よくできてるんですよね。ただこれが D リーグとなったときに、まあ全ての総合の点数たときに本当にもう僅差で、と言いますか、角川の方に僕はあの上げさせてもらいましたね、はい。ニュージャックの最初音で入ってきて楽しげな雰囲気を予感させて、いつも通りの安定のかっこよさと言いますか、内容もね構成も面白くて帽子ネタもうまくいってすごい良かったんですけど、今回はちょっと ABEX の方のなんかアイディア勝ちというか、あそこまで外してくると印象も変わってくるというか、持ってかれちゃうというか、もうお年寄りのいいポイントいっぱいついてくるんですよねなんていうんですかね、こうゲートボールだったりとか、入れ歯の入れ歯のブレーカーとか、あとディスコしてたりとか、あとベンチでデートしてたりとか最後ね、最後楽しいんですよね、見てて。設定のうまさというか、その年寄りっていうことのに対するいろんなセンスの使い方のセンスの良さというか、そういうので僕はまあ今回はエレクションに、はい、そうですね、自分もあの三方とあのちょっと似てるんですけど、すごい迷って、まず角川のそのスタイルが結構自分の中ではグッときて、点数的にもすごい高い点数を項目ごとに最初につけたんですけど、なんかすごいスムーズすぎて、その流れがすごくこう展開とかもすごく気持ちよく入ってきた分、終わった時にちょっと印象が逆に自分の中でこう残らなかったっていうのもあって、そのロイヤルブラッツ終わった時に点数をやっぱり本当に僅差1点差とかだったんですけど、そのエンタメのこれをどう点数のダンスの点数として評価するのかっていうのは自分の中で本当に難しくて、ただやっぱりダンスとして見た時にその意外性面白さと混ざって、ダンスの技術とか見せたいところでこう抜くというか、印象を残すっていうところにすごく自分の中ではロイヤルブラッツの方が良かったな。あとなんかそうですね、あれなんですけど、本当のお年寄りの方が見た時にこの作品ってどう思うんだろうなとかってもちょっと思ったんですよね。なんか結構あんだけ演出して入った割にいきなりキビキビ動いたなみたいななんかじゃあなんでこのお年寄りっていうところに着目して作品を伝えたかったのかっていうことがもっと言葉でもよかったので、なぜそれだったのか、ただウケるなとかじゃない
なくて、ダンスってもっと人間だと思うんで、なんかそういうことを聞けたらもっと自分の中ではスッキリしたなっていう、最初はこうシンプルにこうレベルの高いショーっていうイメージしかなくて、このまま行って終わっちゃうのかなと思ってたんですけど、途中こう斜めになってこう肩を、そっからカノンですね、カノンが始まり、そっから自分の中でシーン変わったなと、で自分の見る目も変わって、こうダンスのこうスピード感とか振りのスピード感とかこうすごいスキルフルになってきて、おーってすごい掴まれたし、で途中帽子をこう裏にした時に黄色がピンって見えて、あ、なんかその視覚効果もすごいいいなって、スタイリッシュな作品だなって思ったんですけど、途中でやってたピケタン、この軸は素晴らしく綺麗に回ってるんですけど、やっぱ足がなんかこうジャズをやってる人間から見るとちょっと雑だったかなっていう、この位置だったりとか向きだったりがもう少しこう正確な位置で回れたら良かったかなって思いました。はい、でロイヤルブラッツはなんかいい意味で必死感を感じさせない、なんかやっぱみんな勝ちたいとかやってやるぞっていう感じで登場したりとかステージに上がったりとかしてると思うんですけど、なんかそれを感じさせずにずっとおじいちゃんおばあちゃんでこう最初から最後までやってて、なんかすごい安心して見れたというか、でおじいちゃんおばあちゃんネタってまあよく見ますし、あるあるネタではあると思うんですけど、なんかそのロイヤルの特有のコレオのセンスだったりスキルだったりで、また新しいおじいちゃんおばあちゃんのネタが見れたなっていうのがありましたし、まさか袖をまくったらピンクのこう手袋をしてて、それで顔を作って、おばあちゃんおじいちゃん特有のこの入れ歯がない顔でマムマムってやったりとかしてからのこう手で入れ歯作ったりとか、そういうエンタメ性とか、なんかロイヤルブラッツらしいなーってすごい感動したので、ロイヤルブラッツに入れさせていただきました。レッド、レッド、ブルー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 。まあアイムーンなんですけど、先に彼女たちの持ち味を、アイドルをもうテーマに可愛さ全開で、まあ、いい意味でその開き直りっていうか、それが潔いなっていう感じなんですよね。まあ、本当に彼女たちの花があって、あのそのチームのカラーをなんか思いっきり開き直って、もそこをバーンって出したっていう、まあ、アイドルがアイドルを演じるみたいな、なんかその潔さがすごい見てて よくて、もうこう来たかっていう感じがして、まあ、ただちょっとその車をテーマにしたっていうところに割にはハンドルだけで、ちょっとひねりがもう2つも3つもあったらさらに良かったっていう感じなんですけど、で一方のアルトは僕前回で一番良かったんですよね、印象残っていて、で前回のそのバー あのパーティーの楽しい雰囲気、エンターテインメント前回のあの感じがすごいやっぱすごい強くちょっと印象に残ったっていうのが正直あって、で今回また180の世界観ガラッと変えてたんですけど、正直言うとこうかもなく不可もなくっていうか、ちょっと僕の中では物足りなさを感じ、やっぱ、ま、前回素晴らしかった分僕どうしてもその印象で見ちゃうんで、ちょっと置きに来た印象を感じちゃったんですね。正直言うともう少しどこかにポイントひとひねりがあるとすごい良かったんですけど、でまあ、今ちょっと見返してみて、途中でジャッキーに入るんですよ、あれハウスの動きなんで、あそこでちょっと正直僕もハウスアンサーなんでちょっとガクッと来ちゃったっていうか、あのちょっとカッコよさがなかったんですよね、あのジャッキーに関して言わせてもらう、だからちょっとそこでうんと引き込まれてちょっと落ちちゃったって、で、まあ、飛び処置は派手でいいんですけど、そこでなんで飛び処置しちゃうのかなっていう、なんかもうちょっと徹底してその世界観に浸った方が良かったかなっていうのがして、僕の中でその世界観で言ったら、世界観勝ちっていう言い方変ですけど、アイドル、今回はアイドルがアイドル演じたって、私やるよみたいな感じで、もう開き直りの勝利というか、その潔さが良かったんで、見てて気持ちよくて。だから僕は、僕だけちょっとアイドルに上げさせていただきました。はい、最初の VTR で、まあ、今回のジャッジの方 の目線も気にするなんていうこともおっしゃってたんですけれども、細かいディティールとか、小力やセンスっていうのがまだまだカードを持ってそうな気はしていて、本当に今回は前回のバーっていう部分があって、そこからするとなんかもしかしたらちょっと物足りなさというか無難さを感じたというところはあったんですけど、でもやはりこう来たか今回というところと、
たくさんのカードをまだまだ備えているのかなという、あと細かいディテールのスキルとかそういうところがやっぱり なるほどなって思いました。そしてアイムーンなんですけれども、なんかね MV を見ているような、あの世界ではもうこの世界出来上がってるんですよね。だからすごく難しいんですよ、比べるのが。どういう風に、もうここでは出来上がってるから、ただこれが VS となって D リーグという世界の時に、これは賛否になると思うんですけど、どういう見方をしたらいいかと。だからここに関してはこの世界観は出来上がってて、僕もとても好きですし、ただ今回はこれを比べた時に VS でアルトの方に、まあ、軍配は上げさせてもらいました。はい、アルトリズムは今回はガラッと変えて劇団四季風のヒップホップといいますか、なんかそんな僕のなんか印象だったんですけど、はい、それはなんかすごい好きで、なんか面白いなんか混ぜ方するなと思って、後半の、まあ、あれは多分、まあ、バトルのジャッキンからなんかバトルの設定みたいなの持っていこうとしてるのは分かったんですけど、まあ、もちろんアルトはなんかこうメンバー全員の良さをこう出すのが上手なんで、ディレクターがなんかこう無理なく踊れてるような印象を受けてて、すごいいいんですけどね、もうちょっと前回のハードル上がっちゃってたんで、でも作品自体はすごい好きでした。はい、アイムーンアイドルとはみたいな、単純に可愛らしさでちょっと価値を上げてしまいそうになったんですけども、だからアイドルって言われるにはすげえ踊ってんなっていうのはすごい、これなんかひねくれた言い方になっちゃうんですけど、すげえガンガン踊るアイドルだなみたいなのもあってまあもちろんダンスで勝負してるんでそこはもうあれしょうがないんですけども、でも全然お互い全然違うアイドル対ミュージカルヒップホップの対決で、まあ難しいジャッジではあったんですけども、でもすごいアイムーンも良かったですね。アルトリズムは前回自分を見させてもらって、会場で見させてもらったんですけど、一番引き込まれて一番良かった印象で、今回作品のテンションが変わって、すごいナチュラルな部分全体というか、こうそういうのがなんかこう彼らのすごい良さというか、スーッと入って見れる分、強さとかこうエネルギー的なこう部分は他のチームにちょっとこう負ける部分もちょっとまだあるのかな。ただやっぱ表現とそのナチュラルな自然体な部分っていうのが結構自分の中では得点にすごい寄しているかなと。アイムーンのこのアイドルの感じ、この点数でこの比べるっていうのがすごく難しかったんですけど、例えば項目で言うとスタイルは、正直アルトリズムはなんかこうアイムーンの方が良かった。決してそのアイドルダンスだから自分は点数低いとかっていう見方では全く見てなくて、あの世界観をむしろなんかやり続けて欲しいなというか、日本独自の文化っていうかこう表現だとも思うし、 D リーグにしかないそのアイドル的なこう表現っていうのは彼女たちしか持ってないと思うんで、そのままなんか今はまだそのやっぱり完成されてきてるチームが多いと思うんで、やっぱこう難しいと思うんですけど、きっとそれが得点に反映する日も諦めずにやり続けたら来るのかなと。今の段階ではやっぱりその表現の幅の広さっていうところにちょっとまだ勝ててないかなという気がします。レッドブルー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 ブルディップの方なんですけども、まあ、またこう世界観変えてきて、独特な世界観、ドア頭からね、まあ、引き込まれて、本当にあっという間の2分でした。で、最初のその世界観ですけども、自分の知ってるそのタイマシーンのちょっとパフォーマンス、医者のちょっとあるんですけども、ここになんかインスパイアされた感じがして、でもそれはすごくいいことだったんですけど、まあ、終始その今回 の世界観っていうか、すごいでも、すごいスキルフルでいて、シンクもすごいバチバチにはまっていて、作品として素晴らしかったです。一方の構成なんですけど、ブレイキンとちょっとこのエンタメの融合みたいな形で今回は出してきて、で衣装マッチして、展開も僕が見た前回よりもスピーディーで良かったんですよね。引き出しの深さも2回目にして、引き出しの多さっていうか、そういうところの感じ、可能性を感じたというか、すごい良かったんですけど、今回ちょっとディップのその一本貫いた世界観っていうところに、僕は軍配を上げさせていただきました。はい。
リップはやっぱりね、もともとそのハウスとか修法君がというところからこう考えた時に、今回がまた本当にガラリと変わって、これはもう最初に、印象がすごくつきましたね。だから引き込まれるという、小池さんもおっしゃったように、そのタイムマシンという皇帝仙人のなんか似たような感じかなと思ったら、ちょっとそれをまたインスパイアとしてまた超えてきている、違う世界観、近未来なのか、その病人なのかゾンビなのかというところの、やっぱりこう作り方がすごく、いやこれ考えたねっていうふうに思いました。とても深いところ、その動きと細かいセンシティブなところで、一方後世なんですけれども、もともと後世をもちろんずっと見てきたし、よく知ってるだけに、今回その、その原色や色とりどりな衣装、それからそのディスコティックなところとかいうところが、もしかしたらなんか後世にとってはなんかもったいないところで、映ったようなところは少しありました。なので、これはもうなんか今回はこれは圧倒的に軍配としては、僕はディップの方に上げさせてもらいました。はい、ディップはガラッと変えてきて、ゾンビナンバーとちょっと映画見てるような、感染していったりとか、なんか街とか部屋とか中とかでゾンビがうろうろしてる感じだったりとか、なんか自分の中ではちょっとリンクする部分が見えたりとかして、すごい上手にうまくまとめてるなと思って、最後まで好きでした。すごい良かったです。ポセイトロックスがね、もうみんな多分踊れるやつらしかいないのは分かってるんですけど、最初にね、そのバイトしてる子がこうわーっと綺麗になってって感じが、なんかちょっと読めちゃってて、実は最初から、なるんだろうなみたいなのは、それ言ったら気にないんですけど、最後にあのね、横から入ってきてネックで止めてマイクにしてるのとかすごかったですけど、すごいんですけど、でもなんかちょっとトータルでバトルズの方の印象が強かったですね。はい、リップの剣聖はちょこっとだけ実はちょっと知っててですね、喋ったこと何回かあって、前年度の時からこうディップに入ってる彼をちょっと見てて、今回の作品なんか初めて彼のやりたいことが 100% 出たんだなみたいな感じで、自分は個人的に見てて、この作品をやっぱゴーしたっていう、彼も感謝っていう言葉を最後に言ったんですけど、企業の方とかディレクターさんとか、もちろんメンバー、この踊りを主としてる人は正直多分いないと思うんですよ。彼しかいないと思う。だけどみんながそれに乗っかってこの作品をやったっていう潔さっていうところに、自分は個人的に思うところはあったんですけど、それとは関係なく一番いい賞だったなって、今日通して自分の中では本当に記憶に残るし、身体表現、自分の踊りとは全く違うんですけど、体を使って音楽と踊りっていう、シンプルにそこだけで正直点数に影響するぐらいの作品力だったなっていう印象です。で、後世の方は、この高校で、最初に、真逆のもうこのストーリー、もうこうモップで始まってみたいな、チャリーンとかっていう、これ返せるかもってちょっと最初引き込まれたのもあったんですけど、ここからちょっと忙しく始まって急に展開始まっちゃったからもったいないなっていうところ、でも彼らのやりたいことがもうあったと思うんで全く問題はないんですけど、自分がジャッジとしての感想はやっぱりそこの道具を使うっていうところと作品のテーマがある時こそ、本当にやっぱり最大のダンス力を、おダンスの力を出さないと、小道具とかそのテーマに踊らされてしまうと、この裸で戦ってるダンスっていうものに絶対勝てないんじゃないかっていうふうに自分は点数つけてました。はい、こんな感じです。ディップ、いやー気持ち悪かったなーっていう印象があって、でもそれももちろんいい意味でこの気味の悪い感じが出てて、すごい動きもすごいえぐいし、わーって引き込まれて、そういう感じで今回最後まで行くのかなと思ったら、途中ビートが入ってきてみんなで首をグン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 ってやってたパートがあったんですけど、そこからすごい最初はそう踊る踊るしい感じ、気味の悪い感じで、なんかそのダンスというもので見てなかったんですけど、そこからこうビートが入って頭を打ち始めたところから、あ、ダンスが始まったみたいな自分の中であって、ただただこう気味の悪い感じで行くんじゃなくて、やっぱちゃんとスキルも見せてダンスも見せて
このテーマをぶらさずに最後までこう気味の悪い感じも出せてましたし、ダンスも見せていただけたなっていう印象で、で後世は最初こう清掃員の人がこうほうきでこう掃除しながら来て、自販機なんですかね、こう選んでペッてやってガタガタガタって落ちて、なんか飛んのかなと思ったらほうきを持ったから、で今自分このあのミュージカルのお仕事をさせていただいてるんですけど、でそこでなんか演技のこととか自分なりにこう学んでいってるのか、こうじゃあなんでそこに自販機があって、なんでそれを買ったのか、で買った後どうするのかっていう辻褄があまり合ってないイメージがして、でそこから派手なこうダンサーズが入ってきて、えじゃあなんそこの場所は何だったんだろうとか、なんかすごい細かいことも考えちゃって、ジュークボックスだったのかな、あジュークボックスなのか、もしかしてるね、曲を選んでたんですね、なんかね、なるほど、なんかそこも自分の中にそうこう伝わってこなかったから、なんかそこから何なんだろうみたいな感じになっちゃったのがあるかなって。で衣装もすごく派手な感じで、こう見た目的にはショー的にはすごく良かったと思うんですけど、もうその衣装のばらつきが動きにも影響してて、動きの統一感も減少したかなっていう印象があったので、今回はそのディップのこの気味の悪い感じの最高だったので、そっちに点を入れさせていただきました。